Okay, it's rolling. Good luck. Sorry? Okay. Number, yeah. 117. お疲れ様です。こんなところで当たるとは。表で当たりたかったよ。表で会うと思っていたのに。相手の人知ってる人だったんですか？え？さっきの相手の人は知ってる人だったんですか？いや全然知らない人。知らない人だったんですか？はい。ライアンがボロ負けしてて。ライアン？ライアン。ライアンってあの強い人だった。カナダの。そう。カナダの二十歳かな。若くて強い人だった。ライアン僕がバックアップしてあげたんですよ今回。
あ、参加費を？参加費だけだ、飛行機代もかかる。へー、じゃあスポンサーだ。だけど、ボコボコに負けてたから、しかもプレーが悪かったんで、これはダメだと思って。ライアンの？そうそうそう。めっちゃ悪かった。あ、これマネージャーのと違うのかな。あ、ダイスありますね。僕持ってないんで。あれ出さなかった？あ、これ僕1個持ってる。あ、はい、じゃあ。うーん、え、どんなに悪かったんですか？安い 2ユーロです。じゃあ相手の人結構強いんだ。ん？強いんだ。なんか 強くはないんだけど、いや無駄にアライアンがプレー早くしてたから、そんなに早くする必要全然ないのに。そうなんだ。まあ残念です。僕はなんかノーチャンスでした。あ、相手誰だっけ。あ、ステファンね。めちゃくちゃ強かったね。じゃあお願いします。お願いします。こっち回ってます。こっちから見て、点滅してるんですけど。あ、はい、大丈夫ですね。多分よかったら見てください。まあ大丈夫に見えますね。やっていいって言ってましたよね。はい、あ、ま、回ってます、回ってます、大丈夫です、はい、じゃあ振ります。はい、はい、ロートダービー。Ha ha ha ha, right, that's true. よく当たりますよ。ん？よく当たりますよ。まあちょっと、この夏はすごいですね。まあたまたまだよね。やってたら当たるのは仕方ないけど、表で当たりたい。
Get paid? Partially. I gotta still do some math on it. You broke up that, so I'm sorry, very sorry. I gotta get this on it. いや、女性とワインを飲みながらっていう。やればいいじゃん。わかんねえな。乗られてるじゃないですか。
疲れて寝なかったんですか？疲れてるとは言ってない。休めなかったとは言ってない。機嫌だな。
このカメラが集まってる様子を写真に撮ってほしいな。誰かいないかな。いない。この人たち何か撮りたいって言って僕のを撮ってるんですけど、うん、試合中ってあんまり面白いこと起きないんですよ。起きないじゃないですか、表情とか動きとか、ね、うん、さっきのマネアクションとかの全然面白い、そういう時には入っていないんです、ね、いやそこじゃないんだけどなと思って、まあ、でもこれを何時間撮っても多分大したことは起きないんじゃないかっていう、映せないところになっちゃうから、ね、まあまあ、いやどうなんだろう、海外のドキュメンタリーは何でもありなんですか、スタイル絵じゃないとね、やっぱり大会のってわけじゃなくてモッチーのなの、あ、いやなんか多分あの大会のなんだけど、うん、ワールドチャンピオンだから、そうだね、少なくともこの試合の間はこの試合の後はどうなってるかわかんないけど、さて、ま、真面目にやろう、無事よかった
それでいいのに。近い。違いますね。違わない。いい目ではあります。だけどどういいんだろう。安全のことだと思わない。
ってなんか急遽にない、うん、please get a selfie tomorrow? Sure. Yeah? Yeah, of course. Good luck. Yeah. Nice game. Yeah. すごいな。今多分250万ぐらい負けたんですよ。マネーで？そう。でもセルフィーを撮りたいって言って。結構すごくないですか？そうね。お金持ちなんだね。いや僕が撮ったわけじゃないですよ。あのいろんな人が乗っかってるんで。You guys playing the tournament or friendly? No, this is the tournament. Tournament. Yeah. 真面目にやろうと思ってるんで。250万すごいね。2万ユーロそれくらいでしょ。そうだね。めちゃくちゃ運があるから。まあ2万ユーロは300万ぐらいだよね。まあでもツーブットをテイクしたりとかしてたからしょうがないんで。しかもトゥーグッドだからテイクするなよって何度も言ったのに、トゥーグッドはね、ダブルだからはい、考えすぎたな全然悪くはない、どこを振られると何でもない、Thank you.
with Akiko? No, 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 mate. What? With us. Who am I? あいつ分かってんのかな受け止めてもいいですえ Thank you う全く分かってないまあいいや OK OK, thank you This, It's not really happeningHappy? No, I'm happy. Ah, すいません。じゃあ。一日それで。一日ってアンハッピーなんだけど。Ukraine? You won already? Yes, good to be here. Petko! Petko! Hi! Hey! I didn't know you were here. Hey. So many people. Yeah. Hello. Thank you.
Thank you.
バックギャモン負けですか。バックギャモン負けを防いだ。はい、わかります。だからバックギャモン負けではないです。いや、I'm
たいけどな。ああいうギャモンだと多分こうね。マネなのね。いやこれどう見てもこれがよく見えるけどな。寂しいな。想定通りだよね。なんで？いや、3は出過ぎだから5、1ぐらいでどうなるかなって。5、1ならどっちがよかったのか。なんだこっち。あんまり得してないな、しかし。間違いだった。しかし、これはできないな。なんか5年ぶりぐらいに意味した気がする。足んないのかよ。まあ、レンクを言うとこではないか。まあ、平均よりはわずかに。わずかですか？わずかでしょう。バー作ったんですよ。Thank you.
振ってもう一個振りましょう。惜しいね。いやマジやめてほしいんですけど。もう一回チャンスあるよ。うん、そう。おお、盛り上がってんのかこれ。この時点で後悔はない。これダブルス。これテイクラのパフォーマンス。Thank you.
ありがとう。これで勝てそうな気がするよ。いや、勝ちました。これでラストゲームになる気がします。そう。何これ、バックギャモン勝ちすんのこれ。いや、そういうことではないと思うんですけど。4倍打つ前に写真撮っとこうと思って、終わるといけないから一応考えてから。ラストゲームって何、素直にギャモン負けそうだ。それだよね。はい、精神を集中させて振らないと。あー、それじゃない。ヤモンセーブできたんじゃない。先にそれ振ってれば4倍打たなかったのに。4倍打つんですか。4倍打たないの。打たないと思いました。そうなのか。ヒットしたダンスしかあまり打てないんですよね。だって20通りもヒットできんだよ。まあまあ N4 通りはすごく上手くなる。なんかヒットしてそこで打たれる方が全然嫌でしたけど。だって4勝ちできるかもしれないじゃないですか。
いや、だってこんなスコアで、いやまあもちろんエラーは多分大したことないだろう。ヒットできなかったらかなりゲーム負けするのに。そんなことあるかな。こうやってるのは気づかなかったりするじゃん。いや、打つつもりでしたけど。あ、そうなの。それなら絶対こっちの方がいいな。あ、まあそうですね。ないか、まあ、ゲームの負けるって可能性がないから。あ、ギャモンプライスはめちゃめちゃ高いね、確かに。しかしギャモンは夢見すぎじゃないですか。まあ夢見すぎかもしれないけれど、そうかな。でもこれ当たればリアルですよね、ギャモン勝ちは。え、当たればリアルですよね、ギャモン勝ち。リアルですけど、まだ負けの方が多くないですか、どっちも。ギャモン勝ちと普通の負け。そっちの負け。うん。合わそうかもしれないけど、うん、まあこのスコアだからな。なんかそこで打てばいいのかなと思ったんで。そこで打ったらパスされるだけじゃないの。で、どういう展開だ。ヒットしてダンスですか。例えばヒットして、うん、まあなんかじゃ例えばなんかで出て、うん、まあ、テイクしますよ。これテイクしないでしょ、これ、うん、しないと思うけどな、ひょっとしたら。俺のキルが早かったのかな。ああ、ありがたい気はしたけど。じゃあ早かったんです。いや、でも分かんない。ありがたいのは気持ちがせいてるかもしれない。スコア重く見すぎたかな。でもこれ9打つと思うけどな。 7-1 ですよ、だってギャモンセーブできることは考えてないから。こんなでしたっけ、大きな気持ち。何振ったんだっけ、これで持ってる。だからこっちか、もしかして。あ、そう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 、うん、一応振ったと思うんだよ。で、あ、そうだね、うん、そうだね。で、うん、5に振ったんだもん。で、2号って合ってました。合ってると思います。あ、そうだね。とりあえずこの黄色が8かな。マネージャーに行くの。マネージャーパスでしょ、そりゃ。65しかないじゃん。そう、勝率高そうだからありがたいかなって思ったけど。まあダメでしょうね。ダメでしょ。私1音とか振ってダンスするとすごいパスを止めてたんだけど。これそのキューブはあれでしょ、そのパスする期待値があるから打てるよね。パスする期待値がゼロだと打てないと思いますよ。この5下車ってされてから5に振ったのが一手遅かったな。いや、1枚出たのか。いや、あ、そう、1枚出てる。1枚出なかったの、普通なの。そうだね、1枚出てる。で、ダンスして、3人振って、で、5、3振ったのかね。はい。あ、3の目、3の目どうするんだろう。7人振って、まあ、僅差です、その目。あ、僅差。で、6、4、あ、違う、一回4にしちゃったんだ。で、6、3ですね。で、あ、勝ちクリアね。耐えろって言ってるんですよ。全く考えなかったな。いや、耐えたら気分いかないですよ。あ、でも、僅差した、僅差の瞬間。13、3と13、13、13、13。変わったの？ダブルです。ダブルでしょ？ノーダブルです。ダメなの？そうですか。でも 5% もギャモン勝ちあるじゃないですか。え？ 5% もギャモン勝ちあるじゃないですか、これ。まあ、そうですね。36%。そうなのか。例えば、じゃあ何だろう。
4-3 とかもしますけど、4-3はどうするんですか？ 4-3 はヒットして13じゃないですか。これが何でしたっけ、1-3とか1-5とか本当にね、男性よりも、まあ男性全然パスもやってるうん、汚いと思うけど、すごい僅差。ギャンブルが 7% しかないから、あまりマーケットレースしてないってことか、これ、うん、でこれはまあエンタの中では相当悪いですよ、ね、エンタの中ではほぼワーストのエンタか、てかワーストエンタ三蔵とかそういう変な目の気ですね、まあ、リゾルとかも一番あると思います、ね、ダンスしてると多分めちゃくちゃひどいことになりますね、318点でもこれフグルではないな、うん、まあでも悔いはないけどな、これ4倍打たないのか、いいのかな、全然ギャンブルしないと来てるな、21%しかギャンブルしません、いや今ボーサー与えてみたんですよ、つまり、つまり外れたとしても2割ぐらいしかギャンブル負けしないから、いやでもそれはもう1回チャンスが来るからな、ヒットチャンスが、もう1回ヒットチャンスが来るから、来るかもしれない、いや、黒はあんまり山負けしないって話なんです。だからノーヒットで 13% セーブ、うん、いやだからもうヒットできなかったら絶対山負けとかがまだ分かるんですけど、まあ、絶対かなり山負けとかが分かったんですけど、ヒットできなくても全然山負け勝てないんです、それは本当にページ並べじゃないんだ、それが一番意外だな、それはちょっと誤算でした、しかしまあこれギャモンセーブして1球とかまあ勝てないから、うん、まあ打って打ってやってるな、7位って早いのか、うん、まあでもフォアウェイですからね、でもあのセーブ引いた時点でこういうのいくつもりで引いてるので、ちょっと出目が悪すぎましたね、ありがとうございます、ありがとうございます、あとなんか僕6秒で1回すごい調校したんですよね、あ直感的には23と18にいたやつでしたよね、考え始めたらわけわかんなくなって、スコアがスコアのテストにいかないんで、まあ4-1とかでしょ、パスで終わったなら4-1ですね、ヤモになったやつこれ、いやこれ多分普通にパスになりましたね、この後僕は 2-3 でテストして、じゃあ4-1ですね、はい、21-11が大差、まあリスクないもんね、でもレースそんなに勝ってなかったんですよ、ね、いやレースも1ピップしか勝ってない、そうだよね、うん、まあ、てかあれ良くないと思いました僕、どれ6で割ったやつ、あれねあれはむちゃくちゃ良くないと思った正直、何やれば良かったの、でもいや普通にダウンすればいいと思ったけど、ダウンってでも6振られたら何の見込みもない、こっちだったっけ、3枚だっけ、4枚だっけ、3枚2枚ですね、3枚2枚5枚ですね、だからこれだってます。これあのプレイした後もその話になるんですよね。そう。ちょっと忘れちゃったけど、そんな感じ？はい、そんな感じ。多分8が4枚かな。8が4枚。ちょっと目忘れちゃったけど、この味からやめると。ここは5-1ですかね。うん、そんな感じですよね。オンザバー、うん、いやいや、2にいて。26ったんですね、はい、うん、いや、スコア5-1ですね、なんかあんのかな、
え、だってこうやってこうやると6飛び出されたらもう何の楽しみもないし、あー、なるほど。で、ミット考えたんですけど、ミット作ってもただ不利なだけですよね。戦った方がいいのかなと思って。確かに形変だよな。まあ、半分ぐらいでも飛び出せないんですよね、きっと。そうですね。作ってロックダウンすると、とりあえず5-4はすごく悪い目なんですけど、それ以外に悪い目はほとんどなくて、まあ、せいぜい5-2-4-3で6回でもそれぐらいのレベルで。まあ、ダメ、まあ、そんなに悪くない。そんな悪くない。思ってたこと悪くない。なんか面白い系があったので見る。はい、見たい。まあ、ちょっと俺の頭がバグってるからどうしようもないんで。陽太くんは何仕上がったの？いや、勝ちましたよ。あ、セカメタス勝って。セカメのチャンス。あ、勝って。いや、なんかメインの1回戦でひどい目にあったとかって聞いて。いや、やばかったです。今ライアンが仕留めてくれてる。何を？そいつを。あ、そうなんだ。え、メイン？メイン。ライアンの相手って誰だっけ？あ、井戸ね。イスラエル井戸。IDO ね。すごいいいやつで。はい。普通マジでお金。あ、そうなんですね。あの、イスラエルの。確かにいつもニコニコしてたから。あ、すごい頭いい。昔ファラフェルと一緒に彼の家にいた。ええ。好きだよ。びっくりするぐらいゲーム良かったけど。まあしょうがないですよ、仕事忙しいし。でも勝ち進んでるんだからさ。はい、いや、うん、リアル10とかですよ。ライアンが勝ちとか、ライアンが仕留めたって、ライアンが負けたんじゃなかった？いや、13対1でリードして。違うんですよ、ライアンはマネーで負けただけで、メインには勝ちまくってます。It's finished. Thank you.